ラディオンプロレンダーのトゥーンシェーダーについて説明していきます。トゥーンシェーダーはノンフォトリアルのレンダリングを作成する機能です。この機能を使うことでユニークにすることができます。それでは始めていきます。トゥーンシェーダーを作成する際、ライトは非常に重要です。ライトは必要なビジュアルを得るために、鋭い影と一つの方向からの光を示す必要があります。そこで、ディレクショナルライトを作成します。インテンシティユニットをルミナンスに設定します。そうすることにより、ハイライトとシャドウの間の完璧なランプが表示されます。右クリックしたまま、新規マテリアルの作成、ラディオンプロレンダー、RPR トゥーンマテリアルで、オブジェクトにトゥーンシェーダーマテリアルを適用します。トゥーンシェーダーを適用後、IPR レンダーを実行します。このパラメーターの効果を説明します。カラーはテキスチャーやベースカラーを塗ることができます。トゥーンシェーダーに影やハイライトをつけるには、アドバンストモードをオンにする必要があります。ラディオンプロレンダーのトゥーンシェーダーは、ランプノードを使ったカジュアルなワークフローとは異なり、ハイライト、ミッドトーン、シャドウの3種類のカラーをサポートしています。オブジェクトに表示される影の量を変更したい場合は、ミッドレベルから変更することができ、低く設定すると影の量が大きくなり、高く設定すると影の量が少なくなります。これはハイライトのパラメータでも同様です。シャープな影が必要ない場合は、ショーミックスレベルにチェックを入れ、両者のレベルミックスを変更することも可能です。低くするとシャープに、高くするとソフトになります。トゥーンシェーダー上にノーマルマップを適用し、ノーマルマップに基づいたシャドウやハイライトを表示することができます。この動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。